チャーンが。チャーンがね。チャーンが。ね、今日チャーンで来てます。はい、じゃあ楽しみましょう。行きましょう。はい。イエーイ。すごいですね。ね。怖い。タイフェス2019。令和初やね。しかもさ、ものすごいいい天気。はい。本当ですね。ね、人がいっぱいもう。あるとこだからね、スキーも知ってますよ。すごい。うわー、楽しそう。裏側でこれですからね。ね、まだ表に行ってません。じゃあ表に行ってみましょうか。はい、行きましょう。行きましょう。レッツゴー。行けるな。じゃあこの橋。ちょっと軽く一周回って、じゃあ。そうしましょう。はい、で、はい、今日、あのこの、チャーン、タイの有名なチャーンビールがスタンプラリーやってて、はい、ビールを買うと、うん、このビール、はい、生ビール、はい、あとフェダブロイというまだ何か分かってないビールを飲むと、はい、1杯もらえます。あらば、はい、もうそれ縦列 2つ揃ってるんで、あとこのフェダブロイを今から僕と兄さんで2杯買えば、なんと一缶チャンビールもらえます。了解。はい、ということでこれゲットしに行きます。おー、56。なんか、飲食じゃないのも出てるでしょ、土産とか。そうなんですよ。あとは、タイ航空とか。タイ航空ね。あと、もう一社航空会社出てますね。タイ航空は、これを機にタイに行きませんか。そうそう、観光です。多分、観光客と一緒に絡んでやってるんですよね。インタビューしましょうか。B ちゃん。はい。あ、けどね。これじゃない。あ、これかもしれない。一匹やってますよ、いかがですか。お疲れ様です。お願いします。これ関係ないですよ。これどこで来ますか。これね、多分ね、あっちに帰ってきた。いらっしゃいませ。実は僕、はい、マンゴー食べたいです。わかりました、それは食べましょう。それで便乗。念のためもう一度聞いていいですか。何が食べたいですか。僕はタイ産のマンゴーが食べたいんですよ。わかりました。お姉さんから。そうしましょう。はい、ああ。また出さなきゃ。シシハオ。シハ。シハ。シハ。これだ。これシハのボスですか。え？シハのボス。シハのあのこうやってかぶるやつ。これなんかサイズ合います。大丈夫です。こう調節できる。サイズ合いました。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛いお姉さんの前。食べました、マンゴー。マンゴー食べましょう。名人。マンゴーさん。食べましょう。すげえ匂いがする、ここ。マンゴーってこんな匂いでしたっけ。これはね、ね、すごい。
条件となります。We love でチャンス。わかりました。いきます。はい、一本買ってチャレンジ。 We love チャーン。イエーイ。よし、はい、あれ2巻も。 We love チャーン。イエーイ。カップかー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 。飲めないこれ。これ買いましょう。これ買いましょう。これを。そう買いましょう。これゲットするないとね。はい。はい。しないと。これ買います。この真ん中の。あ、真ん中のピンの方。はい。何本買います。二つ。二つ。ありがとうございます。1200円です。チャレンジだった。ビアワンビア。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カンチャン。さあ、タイに来ました。はい、珍しいね、フルーツ、ね、置いてありますよ。バナナ、これすごいね。買っちゃうな。見てこれ。オートマやった。ん？これ155万。うん、オートマやった。これあれなんすよ。ミラベースが。あ、そうなん。へえ。前回タイ行ったのいつでしたっけ？1月。あ、もう今年入って2回目なんですね。あ、そうなの、はい、まあけど令和始まって初めてですからね。そうです、はい、マンゴ名人ね。はい、それではマソップさんのマンゴ名人いただきたいと思います、うん、うわ、すごい柔らかい、すごい柔らかい。どうぞ。いただきます。うん、うん、甘い。甘い。日本で売ってるマンゴーより甘いです、これ。いいね、やっぱね、はい、マソップさんでしたっけ。マソップさんですね。売ってる人はなんて名前でしたっけ、はい、松本さんでした。じゃあ渋谷向かいますか。そうしましょう。はい、タイフェイス大満足でした。